プレトリアは南アフリカ共和国ハウテン州北西部のツワネ首都市圏にある地区。同国の大統領官邸をはじめとする行政府が立地し、対外的には当地が南アフリカ共和国の首都と認識されている。2000年までは単独の都市としての権限を有していた。アフリカ有数の世界都市であり、アフリカ最大の経済大国。 南アフリカ共和国の政治的な中心都市の一つであり、各国の大使館も多くが統治区に建てられているため、アフリカでも最重要な部類に位置づけられる都市である。プレトリアの名称はイギリスによる植民地支配に抵抗したアフリカーナーのアンドリース、プレトリウスに由来している。2005年3月8日、プレトリアの市議会によって市名を ツワネに改名することが決議される。同年5月26日、南アチ名評議会がツワネに改名する案を認めた。ツワネは先住民デベレ族の主張の名前であり、アフリカーナーは改名に猛反対している。結果的に、プレトリアを含む14自治体の新設合併によって、新たにツワネ市都市圏が成立し、プレトリアは ツワネ首都市圏の一行政区として存続することになったため現在は、プレトリアという名称の自治体は存在していない。そのため、日本で発行される地図では首都を従前通り、プレトリアと表記するものや、プレトリアと並木するものが混在しているが、外務省では首都をプレトリアとしており、国連の地名標準記法一覧表においても首都は、プレトリアと表記されている。 プレトリアと同様、都市圏の拡大により、首都の定義に議論があるケースとしては、インドの首都機能が置かれるニューデリーを包摂する、デリー連邦直轄地が挙げられる。プレトリアの域内には、約7万本にもわたるジャカランダの街路樹に、覆われていることから、ジャカランダの街と言われている。ヨハネスブルグの北5 5トルにあり、地理的には、ブッシュベルトとハイベルトの間のマガリースベルク山地の、 谷間に位置するため、寒気から守られている。亜熱帯気候に属し、年間平均気温は約1 9度 c 年間降水量は700ミリメートルである。月間平均気温は9月から3月が2 5度 c 以上、4月から8月が2 4度 c 以下で、2013年1月に最高気温4 2度 c を記録した。最低気温は5月から8月に零下となることが、 あるが、公設は、ほとんどない。1852年に建国した、トランスバール共和国の首都として繁栄し、イギリスによる併合や独立後も、南アフリカの中心都市として発展した。南アフリカ随一の規模を誇るプレトリア大学を、有する。ユニオンビル南アフリカの行政府所在地で、大統領府などが入る建物は、ユニオンビルと呼ばれている。 プレトリア地区内の人種構成は白人が67.69%と半数を占め黒人は24.51%と少数派であるその他カラード6.23%インドアジア系1.57%となっているプレトリア地区内で大人子供として話される言語はアフリカンス語が61.2%と大半を占めている 次に英語が15.0%、北外語5.5%、ツアナ語4 3となっている。鉄鋼業が盛んであり、南アフリカの鉄鋼の大部分が生産される。また自動車や機械部品などが主に生産される。中心となる駅はプレトリア駅である。プレトリア大学プレトリアは南アフリカの中でも主要な学園都市であり。 プレトリア大学や南アフリカ大学などがあり、遠隔教育も行われている。また、科学、工業研究評議会も所在する。フォールトレッカー開拓記念日南アフリカの街には、ジャカランダがあちこちに植えられていていて、春先の開花時期に観光客も多いが、特にプレトリアは、ジャカランダの街と呼ばれていて、街路や広場にこの木の並木が多い。ありがとうございます。